画面の前の皆さん、こんにちは。ゆうきです。スーパーマリオオデッセイ、今日もやっていきたいと思います。ちょっとすごい、勝手にジョイコン、今手を動かしてね、私よく喋るとき手を動かすので、勝手に動いちゃってますけど、やっていきたいと思います。でね、大人も楽しめる配信の仕方をしておりますので、ぜひ大人の方、よかったら見ていってください。若い方もね、私のシュールな笑いがわかる方はね、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ行きましょう。今日はね、このエリア、砂漠の砂のエリアですね。アッチーニャの塔の上っていうね、とこを目指すということなので、多分あの光ってる場所ですね。あそこを目指したいと思います。で、なんかね、前回、この帽子をね、長押しするとこうやってほら、長押しすると、よいしょ、長押しするとね、その場に留まるっていうね、技を覚えたので、これやっていきたいと思います。これをなるべく使っていく。あとこのね、このローリングアタックね、ローリングアタック。さ、サボテンくんがいますね。話しかけていきましょう。あ、サボテンじゃない、なんだこれ。ドクロ？突然地面から氷が飛び出してきて、砂漠が寒くなってしまったっすな。そう、なんかね、寒いってことらしいんですよね。砂漠なんだけど寒い。アッチーニャっていう国なのになぜか寒いっていうね。ほう、ほんとだ、氷できてますね。すすすすすすなななあ、あ凍ってる大丈夫かあかんだろこれ。あれは死んだなあっちいねの街ですね。チェックポイント通過。タクシーが来ないっすな。タクシーなんか来んのこのとこ。あっちいねの街でいらっしゃいっすな。まショップですかね。入りましょう。なんだこれ、ショップだ。あ、なんだ犬がいるぞ。犬いる犬いる。クローゼットで着替えられますな。へえ、そんなのあるんだダメですよ皆さん、こういうのカンカンカンってからダメだよ。え、お店いらっしゃいませすな。コインにはコインと、三角のなんかなんだピンクのコインがあるすな。黄色いコインはどの国でも使えますが、三角の、コインは集めた国でしか使えないっすな。なるほど、この国の通貨なんだね。あ、こうやって買えるんだ。あ、何これ何これ、パンツ服とかこんな買えるんだ今回。へえ、これはなんかいいっすね。ちょっとちょっと右のお店もちょっと見てみて、先にね。いらっしゃいませっすな。あ、すごいすごい。ポンチョとか、あ、こうやってできるんだ。へぇー。名品とかあるんだね。とりあえずちょっとこれにしようか。なんかね、これにしよう。ガンマンのポ、あ、そうか、これ紫の方だから足りないんだ。失礼しました。皆さん失礼しました。じゃあこれいく？この派手なやつ。これいこうか。これと、着替えて、クレイジーキャップ帽っていうの買いましたね。きっと似合いますな。で、あとクレイジーキャップ服。やっぱセットアップですよね。買います。はい。じゃあ、これでいきましょう。せっかくだからね。あれ、今着替えなかったかな？ちょっと間違えちゃったかもしれない。クレイジーだな。真顔でこれおしゃれだと思ったらすごいな。ああ、着替えた着替えた。かわいい、かわいい、でも。揃えるとかわいいね、やっぱね。いいよ、すごい、なんか店の店員みたいになっちゃったけど大丈夫これ。この店と同じカラーリングだけど、行きましょう。あのワンちゃんが気になったなあ。あ、もういきなり通貨あるけど、あそこ凍えますな。かき氷は寒くて売れないっすあ、ほんと暑かったらね、暑かったら大繁盛なんだろうけど、これは多分この上から行くのかな。よいしょ、ういうい、取った。三角コインはこの国だけで使えるんだ。なるほどね。まあそういうことでね。説明を受けたからね。これなんだろうね。おい！オウムがいる。探し物は何だろうな。それはそれは。砂の町を見晴らして、どこにあるのかわからんな。探してみてよ。ピッピピー。何ていうかわかんないけど、なんか探し物。ああ、上にあった、上にあった。ほら、あの上にパワームーンがありますね。あれを取った方がいいんじゃないの。よいしょ、土管もあるな。土管はなんかありそうだぞ。とりあえずパワームーン取りますね。ゲット。
砂の町を見晴らして、あ、さ、これのヒントだったの。ヒントいる？入る、 ZL 入ります。お、なんだ、お、地下もなんかおしゃれになってますね。この部屋にはお宝が待ってるらしいっすな。コントローラーの振動を手掛かりに探してみるといいっすな。ほう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 、あ、揺れてる。待って、揺れてる、コントローラーが、マジでこの辺じゃない？お、できた、 OK。 なんかね、あの右の方行くと左だけ動くの、揺れんの。こっち行くと左だけ揺れてて、こっち行くとだんだん両方が揺れてたから、この辺かなっていうのが分かりましたね。あ、まだあるよ、これ多分。これまだあるぞ、まだ揺れてる。この辺かな、ほら、やっぱりもう揺れてない、もう揺れてないですね。面白い、すげえな、よくできてんね、マジで。マジでよくできてるわ。クレイジーマリオだからね、今ね、クレイジーマリオだから、うん、まあ、私自体がねクレイジーなもんですからね、正直ね。マリオのこと全然言えないですからね。あ、あそこにあったよ。結構分かりやすいところあるな、この三角コインがね。これ取っていきましょう。よし、ゲット。5枚目ですね、これで。2枚取ったから。おー、この上は何かあんのかな。あ、なんかあったぞ、コインあったぞ。これどうやって行くんだろうね、このポーンポーンポールから行くのかな。よいしょ、よいしょ、こうですね、ゲット。これ多分帽子をぶつければボーンって、よいしょ。お、なんか上にいますね。迷ったら光を目指すといいっすな。まあそうだろうね。うわ、やばい、あそこにいっぱいあるよ、マジやばいやばいやばい、大量じゃ大量じゃ。よっ、これ多分こっち側がいいんじゃないの。こっち側で背中の方に行くはずだから、逆立ちしてからね。いいよ、よいしょ、オッケー。やばい、これガンマンの服もう買えるんじゃない、そろそろ。買っちゃう、行っちゃおうか。お、こっちは、ここは難しい。 OKOKOK。 でこれ、あのコントローラー振るとすごい速いから、こうやって両手で振ると分かりづらいだろうけど、手元が見えてないから。あ、これ方向変えれるんだ、すごいな、相変わらず。これ誰、あー、ダメだった。マップを見ると便利っすな。あ、マップなんだ。触った中間ポイントを選んで押せば、 A を押せばすぐに移動できるよ。あ、なるほどね、ファストトラベルできるからね。あ、次ここが目的地だよってことなんだね、了解。なんか凍ってるやつが気になったな、たわ。あれ、入れたぞ、結構入れるとこあるね。お、あっちにやから世界に広がるスロット部屋にいらっしゃいませっすな。1回遊ぶのにコイン10枚いただきますな。商品はパワームーン、それを目指してやりますな。あ、やるよ、パワームーンじゃん。ではスロットスタートっすな。え、帽子をうまく当てるっす、マジか、一番苦手なやつな、これ。ハートの次だよね。ほ、オッケー、ハートの次、ハート。あ、やべ、ハートでした、ミスった、ちょっと早かったな。ほっ、あべー、失敗した、コインだ、もう一回やろう。オッケー、やる、ちょ、もう一回やりますよ。ハートの次だから、ハート。ほっ、マジで遅かったの今の。ちょ、もう適当でいいや、もうミスター。チャレンジします。やばいやばいやばい、私ね、ギャンブルやったことないんで、スロットとかないんですよ、やったこと。実際のところないんですよね、目が分かんない、どこ見ていいのか。ハート、ほい、オッケー、ハート、ほい、オッケー。次、ほっ、オッケー、来たー、よっしゃー、パワームーンゲットだぜ。よーし、 You get a moon、 オッケー。
取れたね。てか意外とさ、こうやって入れる場所がいくつかあるんだね。これもしかしたらね、これ見逃しやすいな、気をつけないと。なんかさ、広いからさ、これ意外とさ、エリア外もさ、なんかアイテム落ちてんじゃないのこれ、向こうの方とか。怪しくないやったらあそこ木とかあるし、これ探索だけで一日終わっちゃうよ。なんだ、なんか飛んでるけど、鳥みたいな。あれなんだ、あの鳥は何なんだ、これ誰。ロケットだ、ロケットがなんか氷漬けになってるわ。あの鳥は何だったんだろう、あれが気になるな。鳥もしかして帽子いける、帰ってこねえからいいや。とりあえず進むか、とりあえず進みましょう、予定通りね。さっき来た新婚さんたち遺跡の方に行ったっきり帰ってこないっすな、あいつら。そう、新婚じゃねえからあれ、クッパの足跡。ほんとだ、でかマリオの10倍ぐらいあるわ、でかいな。旅のワンポイントアドバイス、走り幅跳び。遠くまでジャンプしたいときは、走るよりも早くさ前に進みたいときは、走りながらしゃがんでジャンプ、走り幅跳びで遠くまで飛べます。これか、あいててコインかと思ったわお前ら。ほい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 、オッケー、クッパの手下どもめ、ウィヒー、ウィヒーだよもう、ウィヒーアタック、危ない、ほい、帽子投げて。お、これはなんだ、これは望遠鏡かしら。あれ、こっちから見んのかな、帽子見つけるんだ、帽子つけるんだ、なにこれ、なにこれ、すごいな、すごい。おお、こうなってんのか。あー、結構エリアが入り組んでますね。もうなんか向こう側もあるよ、ほらほら、結構あるね、広いねここね。はい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 、オッケー、まあ全貌分かりましたね。砂がブニョーンって出てるところが、これ落ちたら死んじゃうのかな、あぶらぶらぶら、わっ沈む、ジャンプジャンプ、なるほどね、底なし沼みたいな感じになってるな。あいって不慣れなんでごめんなさい、これ普通に踏めないのか、ヒップアタックしかないんだね。よいしょ、ナイス。ちょちょ、これとどめなきゃダメだ、これとどめれば、あ、もう終わっちゃったよ終わっちゃったよ、よいしょ。とりあえずね、あいつらの、おっしゃ、これもできんだ、おお、すごい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 、 Y で加速、ジョイコン振るともっと加速、めっちゃ楽なんだけどこれ、あっやばい、なんだなんだ、やばいやばい、ここやばい、ここやばい、上上がんない、危ない危ない、マリオ危ない、よっ、乗っかって、 OKOK、 加速 OK、 ぶつかるまでの命だったねこいつはねぶつかるまでの命だから、これさ、ここにぶつければ壊れるんじゃないの、ここにぶつかれ、 OK、 ここはこれもちょっとこう角度つけて、あーダメだ、難しいな、これ自分でぶつかったら早いな、 OK、自分でやってた方が早いわ。ほい、何も出ないな。キラーになって、よいしょ。あれ、なんか出てきたぞ。オッケー、オッケー、オッケー、ナイス。さて、あ、角にもあるね。もう一個ね、もう一個使うか。よろしくね。よいしょ。おお、パワームーン壊してよかった。あるんですよ。You got a moon. You got a moon. なるほど。You got a moon くんですね。ああ、これキラーで行くんだろうな、これ多分。
か。ちょっと頑張ろう、これ取った方がいいな。それ行くぞー。待った待った、逆か逆か。ちょちょちょ、この視点がなんか、なんでこの上からなの。よし行くぞ行くぞ。多分ぶつからない限りは大丈夫だと思うんだ。ゲット、ユゴタムーン、傾いた石柱の上。やべ、マジか、やっぱり時間で、あれ外出ちゃっただけだ大丈夫だった。なんかある、なんだこれ。どこかに植えられないかな。持つ、投げる、どこかに植える、これをどこだろう、どこに植えるんだろう。植えられそうな場所、これ毒だもんね、どう見てもね。すごい、この上につながる地下道がどこかにあるらしいっすな。この上につながる地下道、地下道がどこかにある、あ、地下から来るってこと、ここかな。これ関係ねえわ植える大概近くにありそうなもんなんだけどな、こういう植えるみたいなの。違うのかな。とりあえず持ってってみるか。なんかの種だもんねこれね。どこかに植えるらしいです。とりあえず持っていきましょう。ちょっとよくわかんないからね。まあ何かに使うかもしれないんで、これを持ちながら進む持ちながら冒険するわ。このまま上がれないか、ダメか。高いんだな、ここの位置がな。どこで使うんだろうこれ。どこかに植えられないかな。植えられそうな場所あったっけ。倒せんのかい、それで種で倒せるわ。よっ、 OK、 OK、 一瞬クリボーに見えるけど色が。てぇ種アタック、いいよ、オッケー。種どこに使うんだろうこれ、マジでマジで分かんないな。おっと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 、よいしょ。あー種種種、あー沈んじゃった種、ダメだった種、し、あー種沈んじゃったよ。よいしょ、このコインはまあいいか。地下道がある、へえ。あーでもあそこにもなんかあるな。なるほどね。とりあえず上登ってみましょうか、ね、予定通りの場所に。 OK、 砂柱ゲット。旅のワンポイントアドバイス、ヒップドロップ。敵やブロックの上から踏みつけたい時やぷっくりした地面を潰したい時、知ってますねこれはね。ヒップドロップ知ってます。空中で ZL ヒップドロップ。ほう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 、これを渡れってことか。すごいなこれ、これ難しいな。いくよ、よっ、ほっほっ、よいしょ。なんだろうこれ。おお、キラーが、キラーが、あー、これあれだ、横スクロールモードだ。きた、よっ、帽子当たってる、透けてるぞ。よいしょ、なぜかこのモードになると帽子が使えなくなるっていうねよし、いいぞ。お、端からいける、よいしょっと。お、なんかあるな、ここに。OK、お、違うか、あった、パワームーンゲット。え、マジで言ってんのそれ。じゃあこれ取って戻ってくるみたいな感じか、こいつを利用してダッシュして取る。取れない、なんだこれ。あー危ねえ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 。しゲット、ユーゴッタムーンゲット。これはこっち側に行けそうかな。あぶれ、なんだこいつ。向
方にも戻れるっちゃ戻れるな。下は何だろう、これ下降りちゃっていいのかな。レバーですね、レバー開けた。あ、ショート化だ、ショート化ができるんだ、こうやって。なんだお前。あそこから上がれるんだね、またね、下に降りてね。オッケー。それよりもさ、なんかこっち側にさ、このコインがあったの見つかっちゃったんだけど、あべ、見つけちゃったんだけど、これこれ取りたいな。よし、乗って。ちょっと待って、君は邪魔だ、君は邪魔だから。よっ、あっ、ぶれー。よっしゃ、ゲット。へへへへへ、買い物をするんだ私は、これで。よいしょ。ほんでこっち行くのかな、下に。よしよし、こうすれば落ちないから。種が気になってしょうがないな、本当に。あの種は何だったんだろう。あ、戻ってくんだ、これね。だからまあもう一回ここ入るしかないんだね。もうここは簡単だからね、ぶっちゃけね。よいしょ、よし、戻って、よいしょ、あった。これでも普通にちょっと早くね。よし、楽だぜ。さて、OK。 お、ここも壁がまた横スクロールモードになってるね。おっと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 、サボテンが危ねえ。これはもう横スクロールモードしかないんだね、ここ行くしかないわ。 OK。 クッパたちもみんなこれやったの。あ、危ねえ。よいしょ。うわ、目が回る、なんかちょっと目回るよ。よいしょ、やべ、あぶね。コインしかないんだね、基本的にね。キノコ出てこない、キノコ。お、あれ、なんかずっとぐるぐる回ってない、これ。あ、こっちか、こっちか。よし、こうでしゃがむ。これ厄介だな、これ。ゆっくり向こう行く感じだ。よし、よっ、よし、オッケー。ほっ、上に来て、オッケー、来た。よっしゃ、取ったぞ。あっちに遺跡の塔の上、 You got a moon ゲット。お、お、通路ができた。集めて砂のムーンチップ。次のもなんかミッションできました。なんだ、モアイみたいにいるぞ。ファンキーなモアイがいるわ。行きましょう、次のミッション行きましょうか。じゃあこれに乗ればいいのかな。お、え、これ何、どうやって、あれは何だろう。おお、そうやってなるんだ。いや、あー、届かない、クソ。うわっ、ただブワーンって、いてて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 、食らうのね、これ食らうのね、自分もね。そういうことか。よっ、え、これ取れなくね、どうすんの、どうすんの、これ。落ちた、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 オッケー。わあ、落ちた、落ちた、落ちた。え、なに、これどうすんの。こっちか、こっちか、こっちか、これ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 で進むのかな。うわー、危ない。ナイス、おー、共鳴した。あー、ミスった。遠距離、遠距離線が、うわうわうわ、難しい、難しい。待って待って待って、取れた取れた。よっ、これ帰りも来るんじゃない。来なかった、やばい、体力が、マリオの体力が。え、おお、下落ちた、危ねえ、ギリギリじゃん。ミルゾー遺跡。え、なんだなんだなんだ、こいつ。なんか、なんか、パワームーンのかけらだね。これ何、こいつ、敵？敵？こいつ何？お、メガネをかける、外す。何が、何が変わるの？あ、メガネかけると道ができるんだ。目が可愛いな、目が。え、これどうって、あ、でもジャンプとかできないんだ、こいつ。
道が分かるだけだ。だからまあここに道があると仮定していけるってことだよね。なるほど、そういうことか。はい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 、オッケーオッケーオッケー。うわ見えない、うわ見えない見えない、マジで。ああ、マジか、声減っちゃった、声減っちゃったよ。とりあえずあれ取ったからあれはいいとして、ちょっと待って、お前ちょっと一回もう一回貸せ、お前のそのメガネ貸せ。そこか、これいけるねこいつでね。なるほど、メガ、しかもメガネかけてるとき遅いんだ、ちょっとメガネ外すと早い。はいはいはい、いいよ。お、なんかあそこの上に何かあるな。ここは道ない、道ないんだ、ここは。はい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 、なんかあるねこれね。下のスイッチを押さなきゃいけない、 P スイッチを押さなきゃいけないんだ。ここになんか光があるけど、あの足跡、この足跡どこに向かった？あ、これか、こっち？こっちの上ってこと？違うな、この足跡。あー、あった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 、ここにあったよ、ゲット。ここの先に、あ、なんかあるね道がね。とりあえずここでよいしょ、じゃあな。あ、ここにパワームーンのかけらがないとこれ動かないのかな。そういうことかもしれないね。ちょっと探しましょう、もうちょっと。危ねえ、フィッヒーで死ぬ。あーとだだだ、ゲットゲット、あぶないー。ちょ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 、これは多分 P スイッチなんだろうな、こっちの先はな、 P スイッチで行くんだろうね。クッパはね、熱心に歩き回ってるね、歩き回ってるね。これ足跡だよね、クッパの足跡が目指す方がこっちだね。あれ、この辺で消えたわ、またクッパはどこ行っちゃったんだろうね、一体ね。行けそうな道があんまりないんですけど。あ、上に行ける。これか。これっぽいね。あ、これだこれだ。こっから上行ったな。一回上行こうか。よし、OK。上に上がってみましょう。これ道あるな。鳥が止まってるからな。見えなくてもなんとなくわかる。この先に道がある。次だな、どう考えてもこっちとは考えられないよね、こっちな気がする、やっぱりな。どう考えても多分普通に考えたらこうでこうだよね。よし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 、この道を見てたってことか、クッパはな。 OK、 できた、そういうことだね。だからこの下をうろついてたってことだよね。オーケー、急いでいくよ、ほいほい。ビビリなんだね、基本的にね。おっしゃ、オーケー、ユーゴットアムーン、集めて砂のムーンチップクリアしました。ちょっと難しかったな。お、開いた砦が進みましたね。逆さピラミッドの対決、あ、いますね、もうヘルプが。これはもう全クリになるんじゃないですか、もうすぐ。もう全クリしちゃうかな、まさかの私ね、まさか全クリ。ああ、ちょうど、なんでなんでなんで。そりゃうわー言うわ、そりゃキャッピーもうわー言うわ。ね、なんかちょっと操作間違えたな今、なんだちょっとミスったからやめよう、余計なことするのやめよう、しゃがんでよ、もう落ちないように。 OK、 よいしょっと、はあ、はあははあ、なんかこれこっち側に見れるようになってるね。よっ、あー、まあ逆さピラミッド対決がそこで行われますよと。
はい、でこっちが、これはもう見たからいいか。 OK、 よし戻ろう。まあ、見たことある光景でしたね。逆さピラミッドの様子が変すな。中にあるお宝は結婚指輪はどうなるすな。なんであそこに結婚指輪が大々的に置いてあるかって話だよね。旅のワンポイントアドバイス、転がる。長い道を早く進みたいときや流れるように坂を下りたいときはしゃがみながら Y を押すと転がる側ができます。いてててぶつかったぞ。大事な羊が3匹もいなくなってここに集めてくれると嬉しいっすな。急に来たね、そのサブイベ。羊、まあ任せろ、分かった。あれなんだ、あ、急にリアルな人間出てきたよ。何これ。お客様を迎えに上がるはずが車が動かなくなってしまいました。え、なんか急にリアルな人出てきたけど、何なのこれ。ごめんごめん。スーツ着とるけど。羊、あ、これか、羊これだ。ああ、羊捕まえないと。どうしたらいいのこれ。ちょっと難しいな。羊捕まえろ。おりゃー、結構近くに1匹いたわ。ブイーン、これで連れていけばいいのかな。ブイーンで、ブイーン、プイーン、よしよし、いいぞ。2匹いったわ。はいはい、あ、ちょいちょい、待て待て、もう1匹が、もう1匹が、ちょっと待ってろ待ってろ、今捕まえたる。おらっ、あら、あ、落ちる落ちる落ちる。あ、待て、あ、これなんか捕まえられんのかな。なんか今マーク出たぞ。あれ、お前このヘリはやめてよ。ちょ、これやめよう、やめよう、ヘリはやめよう、マジでヘリはやめよう。あいてえ、何やってんだおめえ。サボテンに当たってこっち来たぞ。しかもなんかちょっと若干人のせいみたいな感じになったし、今人のせいにしただろお前、人のせいにしただろ今。まだだ、ね、狙い定めて、ほれ、あ、なんでだ、ほい、いけ、来たー、オッケー、てん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 。このコインはなんだ、気づいちゃったんだけどこれ。はっ、なんだこれ、なんかあるぞ。何、うわ、何これ何これ、あ、こいつか、ちょっと貸してね。なるほど、そういうことか。とりあえず渡ろうか。渡れないんだ、ここからマリオで行くしかないですね。視点が変わらない、ここから。よいしょ、貸してね。うわー、これ難しいな。とりあえずあの紫のところが、よっ、うえ、マジか、一発かよ、マジか、むずー、ここ一発。ちょっと待ってね、もう一回、こうじゃない、だからこっからだよね。よし、あぶあぶ、マリオちょっと動きがね、これ早いんだよね、少し。常に全力ダッシュしてるから。オッケー、マジだ。これどう行けばいいの。とりあえずこの段差上がって、よっ、あー、ぶねー、マジで始まる、飛ぼう、よいしょ、あぶねー、うわ、まだ続くのか。あー、そういう系か。だ、一回取って戻ってこなきゃいけないんだよね。ちょい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 、お前何やってんだ。真ん中だよね、いくよ、はい、あ、ちょい。え、マジ最初からきついな、最初からは。うわ、最初からやん。まあもうこれ、こうは道分かってる、こうだよね、こうで左、 OK、 こうでしょ、でこれ安全な道はどっちだっけ。さっきはあのストーンがあったから、ああ、そういうことか。
ここからか。ここからだね。2マスまで。ここまでだね。ここまでで飛べばいいんだ、普通に。よし、オッケー。で、次。上行って1マスだよね。よいしょ、ここまではいいんだよね。で、もう1マス。ここ。オッケー。次、もうちょい。ここ。おっしゃ、来たー。いやー、これ難しいな。で、戻りの、ほい。ほい。オッケー。次。ちょっと待って、もう一回。ちょっと道。道、あー、そうなってんのか。はいはいはい。うわー、まか。ここに乗って、オッケー。うわ、これマジむずいな。ここ越え。いやー、うっしゃ、来たー。あぶねー。来た。あぶねー。毒一発なんだね。毒一発なんだよ。毒一発だから、皆さん。オッケー、羊探しよう。羊探しないと。どうすんだっけ ?Y だ。おい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 、マリオ。マリオ、何やってんだ。羊もう一匹どこにいるんだろう。高いところ見に行こうか。いないなあ。オッケーオッケー、転がっていく。早っ、めっちゃ早い。よくこれ耐えられるよね、体がね。ああ、トカゲがいた、トカゲがいた。これいけんのかな。これまさか、ああ消えちゃった。ああの上にもあるな。羊どこにいんだろう、もう一匹。あ、これ種のとこじゃん。あれ、これ入れるな。なんでこんなところに額が。あ、ここじゃないの、種。種あそこだよね。投げ、おい、なんだこのサボテン。サボテンに向かっていく、なんか補正みたいの。補正入るんだけど、サボテンに向かっての、あえての。これ額に入れんじゃないの、これ。もしかして違うかな。額にぶん投げてぶち込むみたいな、あれじゃないのかな。よし、やってみようか。お、違う、違うらしい。うん、種は一体何なんだ。ああ、またサボテンの方に行く。なんだこのサボテン補正は、一体謎の。ああ、そうか、これ段差が緩やかなカーブのカーブの方に行っちゃうってことか。だからこういう下り坂じゃないとあんま効果的じゃないんだね、この技はね。そういうことですよ、そういうことですよ、皆さん。羊いないね。もう一匹なんだけど。3匹って言ってたからね。危ねえ危ねえ。羊がいないな。逃げちゃった羊いないですね。もう一匹だったんですけど、せっかく。おいしょ。あ、いた、いた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 。見つけた。よかったー、見つけたわ。こいつだね。こいつを吹き飛ばせばいいんだ。なんだお前、このとこいたのか。どこだ、あそこだ、あそこだ。結構近かったわ。いいよ、行け、行った。よっしゃー、来たー。体力ないよって言われてる。ブブブブって。ありがとうさんですな。オッケー。砂丘で羊集め。イベントをクリアすると、この、まあ要するに、パワームーンがもらえるんですね。で、ちょっともう進んでみましょうか。ストーリーミッションのね、この逆さピラミッドの中に行きましょう。なんだこれ、なんかあるな。お、できた、やった。タクシーの荷物から。すごい、めっちゃ簡単に見つかったな。1個楽な仕事だわ。行きましょうか。なんかあんまりあれだね、進まないわ。 OK、 結婚指輪を阻止するぞ。わあ、逆さピラミッド内部、これまたすごい入り組んでますね。これか。よろしく。
加速。とりあえず向こう行こう。あ、これ取れないわ。これあれか、横スクロールモードか。 OK、 入りましょう。よし、来たよ。どう行けばいいんだろう。あれ、どうしたらいいんだ。あ、こうか。ん、あ、なんか逆さになる、これ。なるほど、逆さピラミッドだけに逆さになるんだ。上まで行くとここが、ほら逆になった。矢印の方になるんだね、柄になってるね。でこうして、よいしょ、こうだ。あー、これまた目回る。 OK。 うわ、これしゃがむの上か。あー、べべべ、そっかそっかそっか、レトロだからしゃがみ歩きできないから。しゃがんだ、しっかりしゃがむ。そうそう、その場で OK。 でこれで上に行くと OK。 結構苦戦するな。おう、いやいや、ちょっと待ってちょっと待ってまた入っちゃったよコイン何、無限湧き金持ちになれるんだけど、 ここ出たり入ったりしてるだけで金持ちになる。うわ、逆さでやりづれ、やりづれ、これ。よいしょ、倒した。これはまた、よいしょ、逆さだとクリボー1個倒すのすごい大変だ。 OK、 入った。うわ、いや、ちぇちぇそのパターンあるのか。そのパターンあるとは思わなかったな。最高、うん、出れた。お、これは、まあ絶対キラーだよね。向こう側だ。うわ、いって、よし、キラーで加速して、オッケー、いけるいける、ぐわーっと行くよ、一気に。よっしゃー、うえー、ふわ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 、よいしょ。サボテン、これ体力ないときにこれきついな。あー、危ねえ。よし、抜けた。よっしゃー、お、来た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 ぞ、あいつら。バカ野郎、結婚式なんかさせねえからな。ピーチを返せ。出た、またお前らかまたお前らか、こいつら結婚指輪はいただいたわ。ボスは次の国に向かったけど、あんたたちは結婚式にお呼びじゃないから。出たな、3番目ぐらい来ると思ったけどな、お前は。お、あぶね、お、なんか鉄の帽子かぶってやがる。なるほど、そういうことか。これがヒントっぽいな。いって、わあ、いやーって、うまじか、つえー、そういうパターンかマリオ寒がってるわ。旋回だったからな、勝負だぜ。さあスキップして、え、ちょっと待って、ちょっと待って、どうすればいいんだろう。これだよね多分ね。ああ、これぶつけんだな多分、間違いないわ。うわ、いって、難しいなこれ。いいよ、こん時か、こん時か。あれ、あ、こっちを狙うのかな、もしかして。そうかも、うん、そうだね。なんか抜けなくなってる時はチャンスだね多分ね。あれを避けて次の攻撃に。これがチャンスだよね。 OK、 こういうことだね。なるほどなるほどなるほど、そういうことか。壊れた壊れた、おら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 はははは、いやいや、お前初めからそれやれよ、強いじゃねえかそれ。うわ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 、待て待て、ファイヤーが呪術みたいになってる。
うふう。大丈夫、食らわない。よいしょ、よいしょ、チャンス、おら、いいよ、うー、おら、おら、どうした、くそ、おら、やばい、この UFO モードがちょっとまだよくわかってない。おお、すごい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 、めっちゃヒステリックだわ、ヒステリック。くそ、こいつなんか、こいつ攻撃が多彩だな。2匹目にしていきなり攻撃多彩だ。うー、意味ないのかあれ当たったくるな、完全に。やっぱこっちの攻撃なんだな。 OK、 ほらとどめだよ、おら、やったー厚化粧、厚化粧ウサギ倒しました。お、来た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 、よいしょ、でかいの来たぞ、ひときわ、やったね、逆さピラミッド対決制しました。強かったね、なんかね、爆弾攻撃だね、あれ多分複数になるんだろうね最後ねおっしゃー、飛んでったぞあ、浮いたのか、びっくりした。砂漠に開いた大きな穴、これが次の要するに目的地ですね。はあ、はあはあ、ブルーダルズに邪魔されたけど順調にパワームーンは集まっているよ。逆さピラミッドが浮いている、それにもっと寒くなったような、クッパの仕業かな、あいつら本当にろくなことしないね。はい、ということでね、なんかね、夜になってより寒くなったということでめっちゃ震えてるけど今日はここで終わりにしたいと思います。それではね、次回もスーパーマリオオデッセイやっていきたいと思います。それではお疲れ様でした。またね。